This is Gage, out of Korea, representing the Republic of Korea. Yan Jin-jin. 47番滑走からの紹介になります。韓国の選手、イエジシンです。世界ジュニアは今回が3回目の出場になります。過去は30位と14位でした。今シーズン四大陸選手権では11位という成績です。この選手もねシニアと両方出てますのでね、はい、今シーズン特に今年に入ってから2007年に入ってから忙しいシーズンとなっています。冬季ユニバーシアード、それから冬季アジア大会を経て四大陸選手、そして世界中に忙しいですね。あのシニア、ジュニア掛け持ちっていうのはね体力的にも大変ですよね。滑り出しは大変うまくまとめてますね。非常に落ち着いて滑ってます。一番最後にねあのストレートラインをつけて、はい、まあ、音楽のテンポとうまくマッチしたあのうまい構成で滑ってましたね、はい、まあ、あのプラスが取れるステップだと思うんですね、で、まあ、あの彼女も、まあ、特にこれがあの優れてるっていうところはないんですけれど、やっぱりあのシニアとジュニア両方出てるだけあって非常にうまくまとめて滑ってますね、はい。まあ、あのマイナス要素っていうのはあまりないんですが、強いて言えばあのスピンのところがね、最後のところであのポジションがですね、やっぱりうまくコントロールってなできてなくて、ちょっと回転がその大きな悪なんでしょうかというところがある。だからそういうところはあのジャッジによっては非常に細かく見る人はですね、マイナスだという評価をするかもしれませんね。このジャンプコンビネーションもとても、ね、いいジャンプコンビネーションなんですけどね、はい、ですからもうこれらはもう間違いなく出す取ってこられるジャンプコンビネーションなんですが、プラスが出しきれないとするとジャンプとジャンプの間がちょっと、ね、間があるんですよね、そこら辺ですね。質は悪いんだけどそのタイミングとしてはちょっと、ね、もうちょっと速やかというところが出てくるんですね。スパイラルステップなんかはとてもいいスパイラルをしてますね。やっぱりだからあの自分が点が取れるところっていうのをやっぱりよく知っててそういうプログラムで滑ってますね。Ich darf jetzt um die Wertung bitten.
the scores please for Ye Ji-shin from the Republic of Korea. Die Punkte für die technischen Elemente 25,00. Die Programmkomponenten 19,56. Das ergibt eine Punktzahl von 44,56 Punkten, eine neue persönliche Bestleistung. She earns a total of 44.56 points, giving her a new personal best. She's currently in 7th place. Thank you.